お子様ランチにおけるチキンライスチキンライスとは鶏肉と米飯を炒め合わせトマトケチャップなどで味付けした日本の料理である。日本発祥の洋食の一つとされており味付けには大抵の場合においてトマトケチャップが用いられる。基本的な具材としては鶏肉、玉ねぎ、マッシュルームなどが揚げられこれらをみじん切りあるいは小さな菜のめ切りにして米飯と合わせた料理である。 一般的な作り方はフライパンで調理し、最後にトマトケチャップを加えて仕上げるという方法で、あるが、油で炒めず炊飯器で調理したり、トマトケチャップ以外の調味料で味付けされる場合もある。チキンライスは、大正時代には、チッケンライスと呼ばれ、炒めた、鶏肉、人参、玉ねぎを加えて炊いた、西洋風の炊き込みご飯であり、ケチャップを使用していないため、赤くはなかった。 ケチャップ味になるのは大正末期から昭和に入ってからとされている。チッケンライスは主に教会で開かれるクリスマス時前会で貧しい家庭の子供や孤児におむすびにして振る舞われた。クリスマスの知識を参考にしたボランティアスタッフにより西洋的で栄養価が高く大人数の子供でもたくさん食べられるものをとの理由で供された。 資生堂パーラーのチキンライス名門洋食店として知られる東京の資生堂パーラーのチキンライスはトマトケチャップを使用せず鶏肉と玉ねぎマッシュルームをトマトソースで煮込んだものを米飯と炒め合わせて作るお子様ランチの典型的イメージの一つとして山形に盛られたチキンライスの上に小さな飾りの旗を立てるという盛り付けがある 単品メニューとしては菊型あるいはメロン型の押し型で成形され彩りとして数個のグリーンピースを飾るのが古典的なスタイルである。鶏肉ではなくハムやベーコン、ソーセージ、豚肉などを使用する場合はケチャップライスと呼ばれるがこれらがチキンライスとして供される例もたまに見られる。薄焼き卵で包めばオムライスとなる。チキンライス伝統的メニュー。 資生堂パーラー。2013年2月27日閲覧。ありがとうございます。